どうもこんばんは。京都アカデミアの、企画ということで、京アカ氷鍋の時間が、やってまいりました。で、予定の時間はちょっと、オーバーしてしまったんですけれども、それは、今日の、ゲストの方がちょっと多かったというので、ちょっと説明ということで、毎回話題の本を1冊取り上げて紹介する京アカ氷鍋ということで、司会の小室翔です。で、ではまず最初に、今日一緒に議論してくれる、メンバーを、紹介したいと思います。大丈夫ですか？すいません、音を左の方にそれを消していただいたら。はい、大丈夫です。すいません、はい、失礼しました。で、批評鍋ということで、毎回一冊、本を紹介してみんなで議論するということなんですけれども、鍋を運びながら議論するということで、今日は、しゃぶしゃぶということで、はい、しゃぶしゃぶをちょっと食べながらみんなでこう議論しようと。では、はい、はい、お願いします。じゃあ簡単にしましょうか。ふわみかなえと言います。今修士課程1回生です。よろしくお願いします。お願いします。今日は声だけの出演ということで、はい、はい、どうもよろしくお願いします。はい、もうきくんと一緒の、人間の上野です。2回目です。古川瑞希です。初めてお邪魔させていただきます。今日は名古屋から来ました。よろしくお願いします。わざわざこのために来てもらったんですか？これも一つです、うん、ありがとうございます。浅野です。いつものおなじみなんで以上です。はい、では今日、取り上げる本というのは、こちら、北条かやさんの、キャバ嬢の社会学というのを、みんなで読んでいこうと思います。では、もうきさんの方から、本の紹介と、著書の紹介をお願いしたいと思います。はい、ダイジェストという、はい、これ本じゃないんだっけ？すいません、本が、はい、すいません、バタバタしてました。ちょっと、今日は、はい、北条かやさんのキャバ嬢の社会学という本を、みんなで、はい、の感想をしゃべり合おうという回ですね。で、簡単な紹介ということなんですけれども、かやさんはでもどう紹介するのがいいんですかね。僕の認識ではなんか最近はブロガーとしてやっぱり活躍されていて、で、たまにニュース記事とかも書かれているのを拝見します。で、京都大学の大学院出身なんですよね。で、社会学を大学院では研究をされていたという。で、その修士論文が元になってこのキャバ嬢の社会学がっていう本が書かれたと。で、そのこのかやさん自身がそのキャバクラのお店で実際に働いて、その経験をもとにして、そこで起こっていることをすると社会学的に観察するという修士論文を書いて卒業をされたと。で、その、はい、それをもとにして多分もっと一般の人にも読みやすい形にして今回新書という形で出たということだと思います。ちょっとキャバ嬢の社会学ということで一体どんな内容なんだろうという感じなんですけど、帯に書いてあるのは23歳の現役京大院生が自らキャバクラ部長となって潜入調査ということです。で、実際にその内容の簡単な紹介をさせてもらいますと、そうですね、その実際やっぱキャバクラで自分自身が働いてそこで見聞き観察したこと、あるいはその自分自身がどういうふうに感じたかっていうことが
書かれてるのが一番面白いところだと思います。なかなかそのそういう方ってないと思うんですよ。そのキャバクラの経営実態とかキャバクラでどういうふうにやればモテるかとかそういう本はなんかあると思うんですけれども、そのキャバクラで働いた女性自身がなんかその自分の人生観とかじゃなくてそこをちょっと引いた目で社会学的に観察したっていう本はやっぱなかなかないんじゃないかなと。でそこであるその分析っていうのもやっぱりそうですね、あのキャバクラの歴史とかも書かれてますし、キャバクラでどういうその人間関係があるのかとか、そこでまあそのキャバクラ嬢の人たち自身が、女性自身がどういうことを感じながら働いているのかとか、そこでどういう葛藤があるのかとか、あのそういうことの分析が、まあ、されている本であると。で最後の章なんかは、全ての女性はキャバクラ嬢になりうるとか、あるいはキャバクラ嬢の深い闇、病んだっていいじゃんとか、なんかそういうちょっとあの面白い章とか目次を見るだけでもなんか面白そうな内容になっていると思います。はい、そうですね。それを社会学だとこういうのはどう言うべきなんですかね。フィールドワーク調査というか参与観察というふうに言うべきなんですか。まあ、そういう分野で の, あの一つの面白いあの研究結果というか、はい、観察結果になっているんじゃないかなと思います。とりあえずそんな感じでいいですか。はい、はい、ありがとうございます。で今日は実はあのなんと、北条かやさんに、特別ゲストとして出演してもらうということになっています。で、まあ、みんなでこう議論して、で、まあ、その後にちょっとこうレスポンスというか、まあ、なんていうかな、まあ、どういうふうな経緯でまあ本が書かれたのかとかっていうことについて、まあ、詳しい話なんかもまあ後で伺えたらというふうに思っています。で、まあ、事前にちょっと北条さんにメッセージというか、いただいていて、でまあ、こういった場っていうのはどうしても、まあ、本人が出るとこう遠慮してしまうとかちょっと気を使ってしまうってなると思うんですよ。だけれども、まあ、今日は、まあ、汚い意見というか、まあ、批評鍋という、まあ、タイトルでもあるので、まあ、どんどんこうクリティカルなというか、まあ、批評的な感度を出してほしいっていうふうに、伺っているので、まあ、そういうことで、まあ、一つ皆さん批評的なこう観点からこう読むっていうのをちょっとでいただけたらなというふうに思います。音がちょっとブツブツ切れるというコメントが一つ来てます。大丈夫、3分前くらい来てました。ちょっと音もし聞こえにくければ他の方もコメントをいただけるとありがたいです。お願いします。はい、で本日はまあコメントも、共和家のユーストで、受け付けていますので、そちらの方でコメントしていただけたらというふうに思います。音の方がちょっと若干どうなってるかというのがあるんですけれども、はい、ではちょっと一人ずつ、まあ、こういうふうに本読んだとか、あるいはこういう観点がこう面白かったというのをちょっと、まあ、論点でこう、出していただけたらというふうに思うので、はじめさんから、はい、順番にじゃあお願いします。一人一言論点というか感想というか質問ですね。一番もう大きなテーマかなと思うんですけども、その女性性を売るということに抵抗を覚えたのが研究のきっかけだというふうに書かれてて、まあ、それが大きなテーマなんですけれども、まあ、その女性性を売るということに疑問を感じるというのは出てたんですが、僕が思った疑問は、こう売ることに対する抵抗というのは出てたけれども、そもそも売れるのかなという抵抗、心配はあまり出てなかった。言い方を変えると、キャバクラに潜入するのがいいことかとかどうかとかいう葛藤はあったとしても、行って採用されるのちゃうかなとか、行ってお客さんがつくんちゃうかどうかなとか、その観点があんまりなかったのが気になりました。はい、ワンテーマにとどめます。じゃあ、お隣古川さん。あ、はい、まず本当この本には読んで
終盤の方まで読んでまず思ったのは、この本ならいい読書感想文が書けそうだなということでした。でも、この若い女であることは消費されること、まあ、それへの嫌悪感と、でもその魅力、この気持ちはとてもよくわかりました。また私もそのまあ高校くらいまでスクールカースト低めで割とまあ真面目ちゃんだったので、非常にこのそれから抜け出そうとするかやさんの気持ちがとてもよくわかりました。ところどころなんか私は違うふうに思ったと思う部分もあるんですが、もう少しまとめてから後でまた発言したいと思います。はい、スクールカーストっていう、まあ、キーワードは、はい、どういう意味ですか。学校内でその何でしょう、割と華やかな子とかキラキラしてる子が割とカースト上位で、地味、まあ確かにね、悪い言い方だとちょっと地味な子、まあ、控えめな子とか、まあ、割と真面目な人とかはちょっと低めに見られたりするのかなというのがあると思います。まあ、特に地方の高校とかではそうなのかなと。スポーツとかも、うん、そうですね、スポーツ系の部活の子たちは割とカースト上位にいたりすることが多いような印象があります。成績優秀な子っていうのは、はい、学校成績よりはそのまあ割とまあ外見が華やかだったり、女の子だったらちょっとギャルっぽかったり、まあ、スポーツができたりとか、逆が割とカーストが高くって、まあ、文化系の趣味、まあ、読書が好きだったり、まあ、アニメとか漫画が好きだったりっていう人は割とスクールカースト下位にいることが多いのかなという気がします。まあ、カースト上位の人は割とその彼氏彼女が できやすいっていう印象もあります。なるほど。じゃあちょっと後ほどまた詳しくということで、まあ、一通りとりあえず聞いていきたいと思います。はい、レノです。まあ感想をちょっとまあやや仰々しい言い方になりますけれども、やっぱりまあ社会学のそういうフィールド調査って、まあ、非常にたくさんやられていて、うん、まあ一例で言うとやっぱり、まあ、例えばカルチュラースタディーズの、まあ、何々の発見とかそういったものが一時期すごいたくさん出ましたよね。でそういう中で、まあ、だんだん、まあ、悪く言うとそういう社会学の、まあ、ミクロ社会学的な研究ってすごいトリビアルな方向に行ってしまって、今までやられていないネタを、まあ、どうにか探り当てて、まあ、ニッチを探してやっていくと。で方法論としてはまあ同じようなものを適用していくっていうところで、ちょっとこうなんていうか縮小再生産的な感じが、まあ、否めないっていうのはあるですよね、やっぱり正直言うと。で、まあこの本のタイトルも、うん、まあそういう中の一つかなっていうふうに思わせるところも あるかなっていうのはあったんです。うん、でまあ実際読んで、まあ、方法論としても、まあ、ちゃんとしたフィールド調査を、まあ、やってるなという感じで、まあ結構禁欲的にそのちゃんとその現場の実践をまあすごい新書短いスペースですけど記述していくというふうになってるんだけれども、実は同時に何て言うかな、まあ現代社会のやっぱり一般的な問題を見据えて、まあ、最初から見据えてたかどうかわかんないですけど、一つのすごいミクロな実践であるけど、その中に現代社会全体の問題をまあ反映している。まあ、ある種の、まあ、ちょっと変な言い方ですけど、ミクロコスモスとしてその具体的な現場をこう、まあ、見ていると、あるいは実際にそれを調査した結果として、この本で書かれているそういうミクロな総合的なコミュニケーションが社会全体、今現代社会のこう本質的な部分と、まあ、つながっているところがあるんじゃないかなというふうに思いました。ただそれは結構記述の中では禁欲してるけども、そういう意味で面白い。なるほど。はい、まあ、まあ具体的にはまた後から話になると思います。結構社会学のご専門的な、すみません、だからこうなる、僕が話すと、いやいやいや、さすが、じゃあもうちょっと逆に新鮮な感じ。はい、そうですね、僕も面白いと思ったところは、まずそのなんかこのかやさんが何だったっけ、女というコスプレをやってますけどみたいな、そういうタイトルの確かブログをやられてるんですよ。何でしたっけ、コスプレで女やってますけどかっていうのが
多分発想の一つはここにもともとあったんだと思うんですけど、そのコスプレ女性なんだけど女装するつもりでいつも化粧したりそのいろいろおしゃれしたりしてるというか、そういうことをよくブログとかツイッターでも発信されてる。だからその自分の女性性に対するある種のちょっとあの馴染めなさというか、あの後ろめたさというか、そういうものをもともと抱えてて、それっていうところから最初あの話が始まってたと思う。そのスタンスがまずちょっとその女性のシーンってあんまりわからないので、へえそういうものなのかと思ったのが一つで、そこからその、まあ、ある種その対極にあるようなキャバクラっていうところで働いてみようっていうふうに思った経緯が、なるほどそういうものなのかと思って、あの自分自身が実は一番女性を差別してたんじゃないかとか、そこら辺はなんかやっぱり女性ならではの視点という感じがして新鮮でしたね。でそのキャバクラで実際働き始めてからも、そのなんていうの、僕キャバクラとか行ったことないんですけど、すごい派手な露出したようなドレスを着てて、あの化粧とかあの髪型のメイクアップとかもすごいあのなんですか、いわゆる持ってる感じの派手な感じで、多分こういう人に会うと思う、自分はあもう全然違う世界の人だと思って多分ちょっとビビっちゃうと思うんですけど、それもなんかある種そういう女性たちもあのわざとそれをやってるところがあるというか、それこそコスプレとしてそういうあの格好をしている。で普段は意外とその昼間は普通に会社で働いてたり学生をやってたりとか、あのそういう人もいるんだっていうのがあの次に、うん、なるほどなと思ったところでしたね。まあ、それはなんとなくわかる感じの、ちょっと後でもし話が出たらですけど、なんか最近斉藤珠樹さんのヤンキー論に関する本を読んで、それにちょっと通ずるところがあるなと、はい、思ったのと、あとそうですね、ちょっといっぱい論点出しちゃってあれなんですけど、あの素人性が売りになるっていうのもあのなるほどありそうだな。なんかクラブ、あホステスか、ママさんのいるホステスとホステスクラブなんと確か比較されてたと思うんですけど、キャバクラだとその素人性が売りになる、その素人っぽいの割と、ただなんか素人なんだけど同時にその一応プロとしての風俗嬢でもあるっていう、そのある種矛盾した売り方をしているというか、あのその戦略ですね。そこをちょっともうちょっと突っ込んで聞いてみたい、はい、なと思いました。はい、以上です。最後ふわみさん、私はこの本、まあ、面白く読ませてもらいました。ちょうど北条かやさんって1986年生まれですよね。で私も同じあの86年生まれで、でまあ本書の中に出てきたあの Z 世代ってよく分かんなかったんですけど、まあ、キャバ嬢に憧れる女の子たちが一定の割合いるっていう、そういう世代があるってなんか言及があったと思うんですけど、まあ、確かにあの私自身もキャバ嬢って結構憧れてた時が、そうですか憧れてたというか、なんか華やかで、ちょっとすいません、音がやっぱ途切れがちというコメントが2つぐらい来てますね、うん、これごめんなさいね途中で、これって何か改善の仕様あるんですか？途切れがちは難しいですね、はい、大きさなら調整できるけど、これはネットこっちの回線の問題なんですかね、うん、回線かパソコンの性能なので、どうしても聞き苦しいようならちょっとこっちで何か変えれないですか、なんかほら、低容量みたいな、モバイルっていうのにできるんですけど、うん、それだとかなり画質が荒くなってしまうんです、うん、なんであまりにもひどかったらそういう画質を犠牲にして滑らかさを得るってことはできます。なるほど、ちょっと音が途切れがち、音がプチプチという感想が来ているので、うん、あの他の見ていらっしゃる方もちょっとこれはさすがに聞こえにくいというのがあれば、あの書き込んでいただけるとちょっとお時間いただくかもしれないですけど、あの対応、ああそっか、はい、考えます。
ちょっとしばらく、はい、このままで行かせていただきたいんですけれども、はい、引き続きすいません。音に関してコメントください。はい、ちょっとしばらくもうちょっと我慢して聞いていただければと思います。すいません。はい。はい、そうですね、キャバ嬢ってすごく華やかで、なんか、変身願望じゃないですけど、そういう世界、自分自身も身を置いてみたいなっていうふうに思った時期もありました。で、1日体験入店っていう話も出てたと思うんですけど、そういうのをあなんかしてみたいなって友達と話した経験もあったなとか、いろいろまあそうですね、そういう86年生まれの世代って一定の割合で憧れてた人たちがいるっていうのは、まあ、それなりに説得力は持っているのかもしれないなっていうのは思いましたね。で、そうですね、あとは、まあ、実際のそのキャバクラ内部でのいろんな人間関係っていうんですか、黒服とかっていう人たちの役割だとか、キャバ嬢同士の関係とかっていうのはすごく、あ、こんな風になってるんだっていう、非常に丁寧な描写ですごい面白く読みました。で、まあ、その社会学としてっていう話なんですけど、今回参与観察っていうんですかねっていうのが一つの社会学の手法ということで、でそれっていうのは限られてますよね、質問できる人っていうのは。まあ、本書の中でもそんなに実際にインタビューしてるキャバ嬢って多くない、何百人も話聞くっていうのはできないですね、一、はい、人の。そうですよね。 でもそこから何かしら普遍的というか、うん、こう全体に当てはまるような、結論なりそういうものを解釈を導き出しているっていうのは、それは妥当性があることなのかなっていうのがあって、例えばアンケートで大規模に大人数に意見を聞けば、それなりに傾向とか全体的なことは分かると思うんですけど、数人ってことはその人自身が特殊なのかもしれないですよ、分からないですけど。そうですよね、はい、その辺はどうなってるのかなっていうのは思いました。まあ、社会学のことはあまりよく分からないので疑問っていう。で、まあ、はい、そうですね、あとは何だろうな、まあそうですね、先ほど桃木さんもおっしゃいましたけど、このキャバ嬢が売りにしてるのは、こう普通の女の子としての側面と、あとでも私はキャバ嬢だってあくまでもそういうスタンスっていう両方の矛盾した側面をこう見せていかなきゃいけない、そこに留意してやっていかなきゃいけないっていうのは、それって本当に、まあ、プロのなせる技ですよね。でも結論を読むと誰でもキャバ嬢になりうるっていう風になっていて、誰でもなれるっていうのがいまいち私にはよく分からなかったです。どういうことなのかっていう、はい、最後の章ですかね。はい、そうです。はい、ざっとはこんな感じです、はい、またあと後ほど細かい、はいはい、で、まあ、時間もだいぶちょっと始めるのが遅かったっていうのもあるんですけれども、ぼちぼちちょっと北条からさんの方にも登場していただこうかなというふうに思うんですけれども、ちょっと司会の方から一言というか、コメントみたいなことをつけると、僕個人はなんか2つのことを思ったんですよ、この本読んで。まず1つ思ったのは、すごくある意味でこうすごくセンセーショナルな、
なんていうかなタイトルだと思ってキャバ嬢の、まあ、社会学っていうちょっとこう、まあ、本屋さんに並んでたらこうなんだろうっていうあの手に取ってみようかっていうでまあなんだろうな、まあ、社会学っていうと何でも社会学になるっていう、まあところもあって別にこうなんていうかな、まあ、大学でこう研究をしているとかそういうのじゃなくてもこう内々の社会学みたいにこうつけてこう売るとこうなんかこうそれっぽくなるというかで、まあ、そういう本の一つなのかなっていうふうに、まあ、最初こう 思った方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、内容は全然違いますよね。で、まあ、大学の、まあ、学位論文がまあ元になっていて、まあ、それを、まあ、優しい言葉で、まあ、書き直されているっていう。しかし内容はすごく、まあ、かっちりとした内容になってるっていう、まあ、そういう本だと思うんですけれども、でまずこうびっくりするのは何かっていうと、まあ、その現役のまあ京大生がどうしてこうキャバ嬢にこう潜入するんだって、しかもこう自分自身がまあキャバ嬢にこうなってその場所に入るっていうことなんですけど、まあ、そのこうきっかけっていうのがこうなんていうかな、まあ、最初のきっかけがまあ、どういうものだったのかっていうのがすごくこう、まあ、気になりますね。でまあ、この本の中にも書かれてるんですけど、まあ、その辺をもう少しちょっと詳しく聞いてみたいっていう感じはあります。で、まあ、僕個人はなんか大学でまあ社会学とか、まあ、社会調査の、お手伝いとかもちょっとすることがあるんですけど、非常にこう勉強になりましたね、この、本。こう社会学のまあ社会調査のこうフィールドワークでまあどういうふうにしたらいいのかっていう、まあ、なかなかこうこれだっていう決まった方法っていうのはないと思うんですけど、まあ、なるほどこういうふうにこう問題を立てて考えてこう現場に入っていくのかっていう、まあ、物事のこう捉え方とか、まあ、スタンスとかっていうことも含めて、まあ、非常にこう勉強になる本でした。じゃあもう早速、まあ、北条佳代さんの方に、まあ登場していただこうと思います。その登場を待つ間にちょっと勝手に3つぐらい整理させてもらってもいいですかね。すぐ行きます。1個はつなぎながらでも大丈夫。1つは出たこの5人の疑問を3つに分けて、1つは社会学的な問いで、その産業観察っていうのはどうやってやるのか、あるいはそれが統計的な意味がないけど意味があるのかっていう社会学的な問いが1つで、もう1個上野くんのそのそうやってミクロなものを調べてる中でマクロなものも出てくるんちゃうかって社会学的な問いがお三方から小上さん、上野くん、大久保くんから出されましたというのが1個で、2つ目がスクールカーストと古川さんが出したものと僕が言ったのと多分近いで、そこで疑問が出てくるのが多分なんか彼氏がスクールカーストの会ではできにくいっていうことをおっしゃってたじゃないですか。でも僕はそこに注目したんですよ。彼氏と付き合ってる時にむしろ彼氏から求められた時に疑問が生じた、そこなんですよね。その彼氏からできなくてモテなくて悩んでるっちゃようわかる。でも別に彼氏から求められてるのに何なんだろうこの違和感ってとこなんですよ。それ私も聞きました。本当によく言ってくれてました。そうそうそう、それが2つ目の疑問で、3つ目はコスプレで女やってますけどっていうブログのタイトルに象徴されてるように、その女をやるっていう主観性というかどんな感覚みたいな、あるいはキャバ嬢に憧れるって感触、そういったなんか主観面っていうのが3つ目の問いだと思うんですよ。この3つが大まかに出された問いです。すみません、以上です。今日はい、まとめが、はい、ではもうつながってますので、どうも、こんばんは。こんばんは、北条です。どうもどうも、放送の方つながってましたでしょうか。はい、はい、ちょっと音声が若干途切れがちやったんですけど多分大丈夫です。わかりました。ちょっとこっちの回線の、はい、まあ、具合もあると思うんですけど、ちょっとお聞き苦しかったらすいませんでした。大丈夫です、はい、こちらの声は聞こえてますでしょうか。はい、クリアに聞こえてます。はい、ではまあ、それぞれ のメンバーの方から、まあ、疑問点論点出されたので、まあ、ちょっとそれに対してコメントとかをつけていただけたと思うんですけど、はい、まずちょっとその前にこう簡単にこう本がこう、まあ、できるまでというか、はい、本を書かれたこう経緯みたいなことをちょっと簡単にこう紹介していただいてもいいでしょうか。はい、私がこのフィールドワークをした2008年から2010年ぐらいの時ってすごく今潰れちゃったんですけど、うん、小悪魔ゲハのっていう雑誌が大ブームになっていた時期でして、でその時期にやっぱり書店なんか行くと小悪魔ゲハが目立つところに
置いてますよね。でそれを見たり、あとはやっぱり中学校の時の同級生がキャバ嬢やってるんですとか、そういう話を聞いた時になんかこうモヤモヤするものがずっとあったんですね、はい、でそれでそのモヤモヤをずっと抱えたままこうジェンダーのこうや勉強したりしているうちに、その裏側関心、キャバ嬢たちへの関心の背景にある、まあ、自分の簡単に言えば差別心みたいなものに気づいたっていうのがきっかけで、まあ、それやってみなければちょっとわからないこともあるんじゃないかというので飛び込んでみたのが最初のきっかけです。なるほど、はい。で、まあ、そこからこう 本がこうできるまでっていうのはこう、はい、どういうふうにこうなっていったんですか。フィールドワークをしながら走り書きのような形でメモを取ったり、インタビューも同時にしつつ、あとはそのワードに自分の日記のような形で感じたことを記録していったんですけれども、うんうん、それをこうまとめて、はい、あ、音声大丈夫ですか。大丈夫です。あ、はい。それをこうだんだん構想段階でいろんな研究会だとかゼミで発表して、先生方やゼミの仲間の方からこういうふうに考えたら面白いんじゃないかとかアドバイスをいただきながらだんだんこう形になっていった感じです。最初は修士論文を書くためにこう、はい、フィールドに入ったと。そうですね、修論のネタにそもそもなるのかどうかっていう不安もかなりあったんですけれども、内容が内容っていうのもあって、はい、最初しかもホステスの誕生っていうテーマでやろうとしてたんですよ最初。キャバ嬢ではなくて、はい、ホステスっていうその全体のシステムがどうなったのかっていうところ、でもそれだとちょっと壮大すぎるなっていうのもありまして、ホステスっていうのはまた違うわけですよね。はい、そうですね、一応キャバ嬢もホステスなんですけれども、ホステスの中でもちょっとキャバクラ嬢っていうのがまた際立って、ね、ブームになっていたので、そこにフォーカスしようっていうのがだんだんそういう風になっていた感じです。なるほど。で、まあ、最初に修士論文としてこう準備をこう進めてきて、はい、で、まあ、実際にこう修論を、まあ、書かれて、はい、でそこからこう、まあ、こう書籍というか、はい、本にこうなっていくわけですよね。はい、そうです。なるほど、わかりました。はい、じゃあ今もこう一通りこう、こちらのメンバーからのこう疑問質問というのが出たと思うんですけれども、はい、まあ、そこでこう、まあ、なんていうかな、それにこう答えるというか、というのをちょっとどうでしょうか。はい、ツイートで最初に古川さんですよね。自分自身がスクールカーストに低めの人間だと感じていたので、女性性に対する葛藤は非常に共感できるところがあったっていうふうに、はい、ツイッターでいただいているんですけども、はい、大変そこを、まあ、私もそこをかなり本にするときに前面に押し出した部分があって、なんていうんですかね、スクールカーストが、はい、冷静に観察しちゃうのって多分、はい、最下層でもないし最上層でもないというか、その中途半端な位置にいる人間こそ、はい、三条を抱きやすいって言ったらあれなんですけど、よりこう自分はそこからアイロニカルな距離を取ろうとして観察したがるみたいなところが多分あると思うんですよ。はい、でその女性性に対する葛藤っていうのが、上のこうスクールカーストが上の方の人たちは、はい、その女性性に何も疑問を持ってないように見えるわけですよね。はい、一方でもう最下層っていうんですかね、もう失礼ながら先ほどおっしゃってたようにはサブカルに興味があるような子たちっていうのは女性性を売りにしようとも思ってないように見えるというか、はいはい、でその中でどちらにも属さないっていう自分で思ってる女性っていうのが存在して、はい、その人たちそういう自意識というんですかね、そこのあたりは、なんだろうな、むしろ私から見たら男性はそれはどういうふうに自認されてるんだろうというか、
スクールカーストで男性も多分どっかに位置づけられちゃうと思うので、そこら辺も含めて議論をいろいろお伺いしたいなと。はい、あ、すいません、その前ちょっとやっぱり音が聞こえにくいみたいですね。さっきより途切れるようになって聞き取るのが難しいですって言ったので、ちょっとこれは一旦、すいませんけど切って、でもなんか例えば再起動とかちょっとなんか途切れるってことですね。音が小さいではなく、そうですね、途切れるですね。ただ今ちょっと聞き取るのが難しいぐらいになってるので、ちょっとなんか一回切ってでも変えようか。それかモバイルにしてみます。別に画像ってそんなねって思うんですけど、一回のモバイルにしてみます。はい、じゃあ、データ放送、はい、モードを変えるモードを、そうそうそう、モバイルにそれ放送中できないですか、はい、あ、一瞬だけ切りますわ。一瞬だけ切ってすぐモバイルにしてもう、はい、あ1分ぐらいで。カエさんもすいません、はい、なんか、はい、あでもスカイプはつなぎままで大丈夫です、はいはい、すぐ復帰いたします。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、じゃあお願いします。やっとで、ちょっと待ってください。今放送がまだ途切れてるところで、多分1分ぐらいが、こう今賃貸機なのでモバイルに来ます。ねえ、うん、これに、はい、うん、それ以上限界で どうなんだろうな。それでなるといいですけどね。ちょっと、うん、はい、じゃあモバイルに復帰いたしました。はい、で続きどうしても言いたいところが、そうそう、僕の今のところに来てくれたんで、それで男の子やったらどう思うかっていう、復帰してるんですね。あ、はい、はい、はい、すみません。男の子やったらどう思うかってテーマで、うん、それがやっぱり多分シンプルにモテない悩みになるんです、うん、という、だから僕はそういう疑問を抱いたわけです。モテない悩みじゃなかったと、かやさんの本は。そうっす。で、かつでも男性女性って話だけでなく、古川さんもそこに激しく同意していただいているので、今の疑問に来て答えていただきたいですね。私、あ、ちょっと私もいいですか。私がそのかやさんに非常に共感、コンプレックスなど共感できる部分多かったんですが、唯一違うなと思ったのは、私の場合、あの、まあ、昔いじめられてたこともあって、男性にそもそも自分が欲情される存在なんだろうかっていう疑問がまずありましたし、実際に恋人と付き合ってもその体を求められるとかいう経験が高校時代は一切なかったので、本当に私の体、その女性の体に欲情する男性同年代でいるんだろうかっていうのを疑問に思ってて、自分が欲情される存在になりうるんだろうかという時点での疑問がありました。で、私も実際キャバクラに憧れていたこともありました。で、私も実はそのちょっとどんな世界なのかちょっと覗いてみようかと思って、その面接申し込んだことあったんですが、そのでも面接を落とされたんです。だから、かやさんは何も多分この本を読む限りだと何もその自分が採用されることに疑問を思わ抱かずにその入店されていらっしゃったので、うんうんうん、その点が私と違うなと感じました。じゃあ今の点についていかがでしょう。私もつながってますか。はい、あ、はい、画面は今、見えないんですけれども。画面見えない。あ、はい、大丈夫ですかね。モバイルで本当だ、誰からの声も聞き取ってない。あ、そうです。でも当面はじゃあこういう感じで、音声は多分多少良くなったので、先ほどよりは改善されてるです。音が悪いという声も来てますね。ちょっと両方の意見があります、うん、音声は今入ってますか。はい、視聴されてる方どうですかね。ちょっとツイッターやチャットなどで音の状態を教えてください。すいません、ポジオさんは今あのユーストでご覧になってるですよね。あ、あ、なんか広告が入って今から配信されるかなという。あ、そっかそっか、広告が入ってたんですね。一回切ったんですね。あ、すいません、ちょっと、はい、復帰し一回切ってたので、はい、CM すいませんでした。あ、はい、大丈夫です。映ってますか。はい、今拝見しております。はい、面接を受けた時の、話なんですが、私も実はですね、あのスクールカーストの話の続きになるんですけども、かなりいじめられた経験、むしろいじめられる側だったので、あのでかつあのモテるような層の人たちに対する結構ルサンチマンもあって、であの性に対する関心もありながら、あんまりそこにこうなんていうんですかね、汚らわしいというか、そもそもその自分男性とのそういう性関係というものにこう興味を示す同級生を見下していたり嫌悪感を抱いたりっていう
時期だったので、大学になってもそうだったので、あのまずキャバクラに行くっていう時点でかなりハードルは高かったんですよね。で当日もう本当にあの緊張というレベルがないぐらい緊張して、あと気がらわしい世界に入ってしまうんだみたいな、意識が非常に強かったです。でなのになぜ入れたかっていう、ところなんですけれども、まずそのなんだろうな、当時今風の言葉で言えばかなり病んでまして、もうちょっともう判断もつかないぐらい多分病んでたと思うんですね。なのでもう思い切って入ってしまった。そこでもう恐怖を感じることすらなく、なぜか気づいたらいたという感じで、なんだろうな、今思い出しても当時の日記をさっき読み返してたんですけど、非常に自分の精神が錯乱してるなという感じで、なんでこの現場はというか、自分はこんなことしていいんだろうかみたいな、非常に自分の中で罪悪感と、いろんな感情がないまでになっている様子が分かって、今読んでも苦しいぐらいなんですが、自分が採用されるかどうかっていうことに関しては、今その求人誌を見ていると素人でも全然 OK ですよと書いてあるんですね。でむしろ素人大歓迎という感じなので、そこを信じて、メールをまず店長にしてみたんですけれども、そしたら写真などを送ってくれとかって言われるかなと思ったんですね。でもそれが全くなくて、とりあえず来てくれっていうことだったので、行ってみたら、なんだろう、いきなり、黒服と呼ばれる男性の方がたくさんいて、そこで面接を受けるわけですが、その男性に評価されて、一応は真面目な大学生っていう設定だったので、そこで OK をもらったのかなと。うん、趣旨に関しても、かなり本にもあるんですが、基準は緩いらしくてですね、むしろそれよりも容姿よりもシフトが入れるかとか、そもそもこの子はやる気があるんだろうかっていうところを多分見ているのかなという印象は受けました。北条さんの声がやっぱ聞き取りにくいという。あ、本当ですか。音量ですよね、それは。音質ではなくて。いや、音質じゃないですから、ほとんど聞き取れません。さっき、まだ結構途切れてます。50% ぐらいしか聞き取れません。テーブルの方々の声はよく聞こえますが、北条さんの声が聞き取りづらい。などなど。ちょっと、すいません、こっちの問題なんですけど、よくないですね、状況。どうしましょう。再起動したら再起動して治るものじゃないんですよ。ではない。残念ながら。なるほど。このパソコンで放送してるんですか。そうですそうです。でこのパソコンでスカイプしている。そうそうそう。1台で。そこを別の端末でスカイプをして、それをくっつけて流す。であんまり見ないから今からはできない。ちょっと難しいので、 C っていうならそこの音量の数値を触ることはできるんですけども、それは音質と音量がトレードオフになるので、どっちかを上げようと思ったらどっちかが下がるので、だからその音量の問題なのか音質の問題なのかが分かると調整のしようはあるんですけど、おそらくはでも音質ですね。なんか音が小さいというのは聞いてない。そんなちょっと下げましょう。これちょっと、はい、ちょっと最悪画像落としてもいいので、あ、それはやったのか。じゃあ音量を犠牲にして音質を上げます。はい、今例えばこんなもん、はい、かやさん、これで視聴者さん、ちょっと待ってください。はい、ちょっとその、じゃあこのスカイプの音量は下がりましたけど、スカイプの音質はちょっと上がったはずです、これで。はい、あ、もしもし、どうでしょうか。はい、こちらは綺麗に聞こえてますね。はい、でも視聴者ですね。はい、うん、そうですね。ちょっと何人かから来ているので。はい、今どうでしょうか。ちょっと音声調整したんですけれども、少しは。取りやすくなりましたでしょうか。かやさんに喋っていただいた方がいいかもしれないです、はい、こちらの声が、聞き取りづらいという方がいらしたので、はい、いかがでしょうか。どうですか。ちょっとじゃあ喋りますか、また。じゃあ 、はい、今ちょっと多分かやさんが喋ってたことを聞き取れなかった方がいらっしゃるみたいで、なんか まとめてもらえるか、ちょっともう一回喋ってもらえますか。じゃあ勝手に僕がいつもの喋ってると、はい、一つはだからかやさんの主な自分の中での主観っていうのは、その汚らわしいとかいう思いはあって、それをもう自分が病んでる半ば病んでるような状況で思い切って飛び込んだっていうのを最初説明してくれはりました。
で、先ほどのその前段の古川さんの問いは、それっていうよりかはむしろ私が採用してもらえるのかって悩みはなかったんですかっていう質問だったんで、それの答えを後半にいただいて、それに関しては素人歓迎って書いてあったし、でその面接してみたらなんかそんななんかこう容姿が激しく問われるというよりかはシフトに入れるのかとかやる気があるのかってとこ見られてるみたいで、まあ私の場合はあのうまくあの採用されましたというお答えをいただいたところでした。はい、ありがとうございます。北条さんの声に、はい、綺麗にまとめていただきましてありがとうございます。今ちょっと音質を確認中。北条さんの声にエコーがかかっているというのがあるんですけど、それは何なんでしょうかね。二重に取ってるってことでしょうね。うーん、ちょっとそれはこっちでは対応しにくいです。どうしてユーストで聞ける、もうユーストの音質が良くなったからそのスカイプのとユーストの音質がかもしれないですね。なるほど、うん、ちょっともうちょっと行きますか。これですいません、なんか何回も調整してて、そうですね、ちょっとすいません、難しい中でも、はい、北条さんに喋ってもらって、うん、そうですね、はい、じゃあちょっと再び北条さんにやりましょうか、はい、そうですね、そんで、じゃあそのね、話してもらうあれがちょっとでも答えになんかあんまり真正面から答えてなかった気がするんですよ、はい、後半は一応そうなんですけども前半のこの最初の始めにの部分かなんか最初の部分で彼氏からそういう、まあ、求められたのが疑問の発端だったって書かれてたけども、そこに関してはいかがですか。そこというのは、前書きで書いてた、そうそうそう、前書きの延長交際なんじゃないかっていうところですよね。前書きのところでスクールカーストで会でモテなくて悩む、私は誰からも求められないんだって悩みっていうのはよう理解できるんです。でもそうじゃなくて、求められてる時にむしろなんか違和感を感じたのがきっかけだったと書かれてたので、そのあたりを詳しく聞かせていただきたいんですよ。あ、そうですね、非常にその自分の、ジェンダーを学ぶきっかけにもなったことなんですけれども、援助交際っていうのが小さい頃にこう話題になっていたもので、なんていうんですかね、こう男女交際イコール援助交際なんじゃないかっていうような、どうしてもそれがちらついてなんですよね。なのであの、ま、多くの同級生はあんまりそういうことに疑問を感じずにいるタイプがほとんどだったので、その点そのなんだろうな、援助交際をこう男女交際の中に見出してしまうっていう一方で、自分もあの男女交際に興味がないわけではないっていう引き裂かれたっていうんですかね、そのあたりが非常に自分の青春期というのか高校中高生の頃ですかね、は大きかったです。少しは聞きやすくなったという意見も、はい、継続しましょう。はい、先生、はい、で、もう一点が、もう一点ありましたっけ、なんだろう、まあ、もう一点というよりかは、最初に投げていただいたね、男性ならどう思うかで、モテないと思うというのを一応返しただけで、まあ、それはさっきと通じてるんで、とりあえず、うん、ある程度答えていただいたような気がします。はい。そうですね。多分男性の場合だと、モテない、あのスクールカーストの問題が、モテ非モテの問題に直結しがちでもあると思うんですけれども、まあ、女性の場合は、モテるモテないもそうですし、その、なんだろう、基本的にはそんなに男性と変わらない部分もあるかなとは思うんですけれども、モテないっていうのと、まあ、体の特徴ですよね。グラビアアイドルみたいな体じゃないと男性から評価されないっていうような思い込みもかなりあったので、そのあたりで今も自分がこうキャバクラ嬢をやったってことがあんまり未だに信じられてない部分もあります。なんで採用されるって思ったんだろうっていうのは結構あれですね、未だに疑問です。そういえば、うん、本庄さんのスカイプの音をちょっと下げることってできます。いいです、それがちょっと多分、はい、マイクをちょっと、あ、いや、こっちが、こっちで、本庄さん大丈夫です、何もしなくても、はい、ちょっと本庄さんの音が
今のかやさんがおっしゃっていた、うん、その私がキャバクラ嬢をやっていたことが未だに信じられないっていうのをちょっと私自分に置き換えると、私が誰かの恋人であったことがあるっていうのが未だに信じられないっていうのと近いのかなと思いました。自分はそれで誰かに求められたりすることがあるって思ったことがなかったので、それがそのかやさんのおっしゃるその体にコンプレックスがあるのにキャバ嬢として採用されて仕事ができるとは思わなかったっていうのに近い気がしました。すみません、ただの感想です。そうですね。はい、ありがとうございます。では、はい、次の質問に行っていいですかね。じゃあ、他の質問に対するお答えってどうでしょうか。今、さかのっているんですけれども、質問。質問では整理します。はい。質問一つは社会学的な質問で、そんな大規模じゃなくて身の回りの数人に聞くっていうやり方が効果があるっていうか、それでいいんかという質問です。そうですね、非常に質的調査の論文を書く場合に、その代表性の問題っていろいろ皆さん気になったり戸惑いを持ったりするところだと思うんですけれども、私の場合もそこは非常に意識していて、ただ社会調査論、社会調査法なんかでよくインタビューの形式で浅くたくさんの人に聞くのか、それとも深く少人数の人に聞くのかっていうのが対比でよく出てくると思うんですけれども、自分の場合はそのキャバクラで仲良くなった同僚とか、その同僚に紹介してもらって、その前に何回かお茶をしたり飲みに行ったりして仲良くなった上で、本音、かっこつきの本音ではあるんですけれども、それを話してもらうということが、同じ立場のキャバ嬢だからこそ話せることっていうのを論文の中心にしたいなと思っていたので、代表性というよりは代表性の問題はもちろん意識しつつも、深く聞いたところで、そのミクロな部分をマクロな理論とできるだけつなげようっていう論文ではそこを意識しておりました。マクロな調査っていうのはキャバ嬢の、三浦敦さんかな、キャバ嬢、女はなぜキャバ嬢になりたいのかとか、そういう統計調査が出てまして、その中で浅いインタビューっていうのはいっぱい載ってたんですね。なのでこういう風に答えるキャバ嬢が多いんだなっていう前提知識が自分の中でありまして、でそことはまたちょっと違うことが出てきたらいいなっていう思いはかなりありました。どうでしょうか、疑問はどっちが解消されたかどうか、解消されたならやっぱり一言欲しいですか、イエスかノーでも。はい、アシス的調査っていうのは、はい、よく分かりました。ただでもそのマクロな調査をしてる統計とかそれも考慮 してるっていうことでいいんですよね。その両方、はい、両方の側面をきちんと見ての結論っていうふうに理解していいですよね。特殊な人たちの人生を追ったこうドキュメントにはしたくないなという思いが結構あってですね、そうしないためにはある程度のインタビューは10人、3人深く何時間も12、3人対してしたので、その中でなんとなくやっぱ共通項みたいなのが出てくるんですよね。でその共通項っていうのが一体お店の中、お店の構造とどう関係づけられるのかなっていう、そういう意識でおりました。皆さん今のは、まあ、まずちょっとマクロとミクロって話とはちょっと別だと思うんですけども、質的と量的って話は、まあ、それは前提で、まずですね、確かにその質的調査について実証性の問題って、まあ、指摘されているように、まあ、サンプル数が少ないし、それが代表性の問題が、まあ、簡単に言うとそのランダムサンプリングになってないんじゃないかって、
問題があるわけですよね。でそれはそうなんですよ。でも他方で、あの数量データに基づいた量的調査にも実はあの実証性っていうのがほとんどドグマのようになっているから気づかないけども非常に大きな問題がいろいろあるんですね。で例えば、まあ、簡単に言うと定量化できる数量化できるデータしか持ってこないで何か結論出すと。で、あのまあちょっとまあ例えば、まあ、桃木君の方が詳しいですけど、まあ、経済学で言えば例えばそう経済成長の原因は何かといった時、まあ、いろんな要素があるけれども、まあ、ちゃんとそのデータ化して定量的に扱えるデータしか、まあ、簡単に経済学者は持ってこないです。もっと実ははるかに重要な要素があるかもしれないけどそれは本当に本質的かどうかって基準でそのデータを決めるわけじゃなくて簡単に言えば数量化できるかどうかでデータを持ってくる。でそれでその変数を持ってきてあの、まあ、説明すべき変数を説明できるかどうかっていうふうに考えてきてその枠組み自体がもうすでにあの本当にそれが本質的に重要かっていう問題設定ではなくてあの実際に我々の調査方法の枠組みで扱えるかどうかでもすでにあのフィルターがかかってしまっているんです。でそこは同じくらい実は量的調査にも質的調査の代表性問題と同じくらい量的調査には根本的問題があってそれなのに実証性というものをまあ金貨玉状のごとくすると、まあ、実証的に量化できるデータ以外全部切り捨ててしまってその限られたデータをもとに、まあ、必ずしも証明されてない例えばそういう経済成長の問題とか扱ってしまうと。だからそして本当はもっと大事なことがあるかもしれないのでそれは全部写真されてあの定量化できるものだけで扱ってしまうっていうのがやっぱり今の、まあ、社会科学の経済学に代表されるような研究の根本的問題ですから、まあ、両方一長一短とまずは考えるといいかなと思います。でそうすると結局両方のバランスがさっき言ったように重要で、まあ量的データを見ながらでもやっぱり大事なところに迫るために質的データがあるとでもこっちだけのダメだからっていうことで最後は、まあ、やっぱりその調査者の研究者のバランス感覚がやっぱり決定的に重要になってくるとそういうことじゃ あのちょっとコメントしてあのまた加谷さんの方に戻したいと思うんですけどあの確かにこうあのなんていうかななるほどっていう感じ、まああのまあ、量的調査いうのはあのアンケートとか、まあ、統計データなんかを、まあ、あの使ってこう今の社会がどうなってるかってことを、まあ、調べるっていう、まあ、一つのアプローチですよね。でそこの部分については、まあ、数学とか、まあ、統計の、まあ、技術を使って、まあ、非常にこうあの厳密なこう手続きっていうのが あるから、まあ、あのそこは、まああのまあ、なんとかなあのはっきりしていると。だけれどもあの一方でこう解釈っていうのがやっぱりこう必要になってくるんですよね。そのデータっていうのをどういうふうにこう解釈するかみたいな。でまあなんかすごいなんかもうあの、まあ、バカみたいな 話をまあするとあの例えばこういうことだって言えちゃうっていう、まあ、例があって、まあ、こう例えば日本人のがん、まあの発生率っていうのはこうあの年を追ってくるとこう、まあ、昔より今の方がまあ増えてると、まあ、こう増えてるよっていうことをまあデータで あると。でまあ、それとこうどういう関係があの他のデータがあるかとまあ考えて、まあ、いろんなデータをまあ持ってくることができるわけですよね。まあ、例えばまあポストの、あの設置数っていうのをまあ仮に持ってくる、まあ、全然関係ないように見えるけど持ってくる。そうするとあれ結構こうあの伴ってこう増えてるから関係してるんじゃないのっていう。でポスト の、まあ、の設置率と、まあ、がんの、まあ、発生率のこう合わせて、まあ、関係あるよっていうことを、まあ、言えなくはないですね、まあ、解釈として言えば、まあ、もちろんこう統計的に見ればそれは間違ってるとかって言えると思うんですけども、まあ、あのだからこう、まあ、量的調査といえども、まあ、最終的にはその数字をどういうふうにこう解釈するのかっていうところが入ってくるのでなかなかちょっとそこは、うんまあ、難しいところが、あると思うんですよ。で技術を感じそうですね、疑似相関疑似してるかどうかは解釈なんかそろそろでもそこはもうね量的調査質的調査どっちも一長一短でええじゃないですか。今社会学の授業ちゃうんで加谷さんのコメントもっと聞きたいんです。それでもうちょっとそこに踏み込むと、うん、その現場のそういった質的調査で得られた質的じゃないな今度ミクロマクロの方ですわミクロな見解をマクロな理論につなげるってことを言ってくださいました。
で一方上野くんは最初のところでそれを禁欲的にされてると観測であった。僕はこう尖閣 なのでそこまで読み取れなかった。だからそのミクロなところがこの本はミクロのことしか僕は読めなかった。表面的に読んだらそう読めると思うんですよ。だからそれがいかにマクロにつながるかっていうコメントをいただきたいです。まあ、社会秩序に関する問題だと思います。どうでしょうか。はい、ありがとうございます。かなりこの新書にするにあたってそのミクロな記述に、記述を論文よりも増やしております。インタビューももう一回掘り起こしてより臨場感のあるように長めに引用したりしたんですね。で、それをかなりミクロな技術を充実させた分理論的な部分には禁欲せざるを得なかったといいますか、そういう部分はあります。で、ここで、なんだろうな、その理論的な書かなかった部分とか書けなかった部分を言うと、そのキャンパクラ城と客がどういう関係を作っていくのかっていうところにある種の、なんだろうな、ちょっとかっこつきのベロニカの没入的な側面があって、あえて演じるっていう部分の面白さとかですね、あとは現代社会において特有のキャバクラっていうお店の形態が80年代に出てきたっていうのは非常に象徴的だなと考えてます。80年代っていうのが、そのなんだろうな、素人性っていうのが あらゆるところで性の商品化で問題になってきた時代でもあるので、そこで登場してきたキャバクラっていうビジネスの象徴的な意味っていうのをもう少し書ければよかったなと、そこをちょっと禁欲した部分です。そうですね、まあ確かにだからその例えば80年代論ですよね。その日本の戦後の文化史の中で80年代っていうのはやっぱし、まあ、当然バブル文化の時代ですから、そこで、まあ、まさに現代に続くような新しい下地が できてくる時代っていうことになると思いますよね。でそこでやっぱし、まあ、まさに今話していたように素人ブームっていう、まあ、ここに書かれてる問題があって、ただ実はこれこの本で必ずしも展開していなくて、なんていうか研究の前史みたい、先行研究じゃないけども2章でそのまずはキャバクラについて調べまくるっていう、まあ、こういう章があって、まあ、そこでまああくまでそのこれからのフィールドワークのまあ前提知識みたいな形で歴史的知識を書いておきましょうと、まあ、そういう感じなんだけど、実は本質的にはまさに今あったようにつながっていて、決してなんかいろんな まずはそのポピュラーカルチャーがありますと、昔の図式で言えばそれに対してサブカルがあって、まあ、いろんなこうマニアックなところがあって、その中のごく一部がキャバクラだと、あるいはそのキャバ嬢の、まあ、文化であるということに見えるんだけども、そうじゃなくてこの文化自体が実はもう80年以降の、非常に図式化してしまうとそのサブカルチャー自体が中心に来るような、そういう新しいなんか日本の現代社会の構造をこう、まあ、ある意味こう本質的にミクロなんだけど、そこでこう小さい形で反復されてると、そういう領域なんじゃないかっていうのが、うん、まあところどころから確かにこう正面には押し出してないけども、うん、見えることで、決してこうなんかさまずな、本当にサブカルの中のサブのサブをやったわけじゃなくて、まさにサブ性自体がこう80年代以降の日本社会、日本文化っていうものの中心にある、まあ、ちょっと大げさに言うとそういうことがあるかなというふうに思います。まあまああんまり納得されてない、理解ができなかったんで、なんかもうちょい分かりやすい具体例だから、まあ簡単に言うと、私俺キャバ嬢ちゃうからこの本関係ないしっていう人にどうやって興味持ってもらうか、うんを聞きたいです。無茶ぶりごめんなさい。ああ、なるほど。実はですね、新書にするって言った時に、社会医学とかキャバクラっていう言葉をタイトルにしないっていう案もあったんですよ。うん、多分キャバクラっていうのだと、私関係ないしっていう、僕関係ないっていう人がほとんどだと思われるので、そういう方にも呼んでいただきたいっていう、最初はそこだったんですよね。で編集の方といろいろ打ち合わせなんかをしている中で、
なぜ私がキャバクラに興味を持ったのかっていうその点はあのこの中にも書いてある、まあ、顔とお金の交換っていうものに自分が疑問を覚えたっていうそこの点だとあのもしかするとそこに共感するそこでこの本を読んでみようって思う人がいるのかもしれないっていうところであのちょっと自分語りを多くしたという経緯があります、うん、の商品化に対する嫌悪感ですよね。その嫌悪感とかあのモテないイルサンチマンですとかあのそういったことをきっかけにキャバクラに入ってくっていう体裁にしたっていうのがあのちょっとあります。なんか僕なりに補足するとそのまあ自分語りっていう部分であのこの本興味持つ人もいると思うんですけどあとその素人性の部分っていうのは面白いキーワードだと思ってて、だからその80年代に素人ブームみたいなのがあったってことですね。で素人性って今そのネット社会でもやっぱ結構よく売りに出されてることだと思うんですよ。だからそのニコニコ動画とかで素人だけどなんか演奏してみたとか、まあ、僕らもあるし素人だけどこういうあの放送やってるわけじゃないですか。そういうのがやりやすくなってそのプロより稚拙だけど、まあ、そっちの方があのとっつきやすいとか親しみを感じるとか応援したくなるとかそういうことってやっぱあるしすごいネット社会と相性がいいと思うんですよ。であのアイドルでもその AKB とかももクロもある種素人性素人っぽいけどその分近いみたいなことが売りになってるので AKB とかよくそのキャバクラっぽいって言われると思うんですけどそういうことにつながる目がだから80年代だからネット登場前だけども、うんまあ、すでにそういう土壌がだから出来上がってたというふうにも見れるのかなっていう。そうやな、会いに行けるアイドル。ああそう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 いう、うん、まあでもキャバクラってまさにそういう会いに行けるアイドルのうん、うん、っていう。僕ちょっとあともう一つのか、あのアマちゃんってあったじゃないですか、ね、朝ドラで、はいはい、あれはまあその、まあ、80年代カルチャーが背景にあるんだけども、うんまあでもあのなんかまあ聖あの松田聖子、はいはいはい、でまあ僕そんな詳しくないからどう位置づけかわかんないけどもやっぱしそういう昔のアイドルって本当に何て言うか我々の世界から超越したところにまさに偶像ですか、うん、アイドルって、うんうん、としてあるとでそれをまあある種拝めるというか崇拝するようなものとしてあったんだけどそれが実はもう我々と同じような人間なんだとアイドルでも、うんうんでだから実際アイドルはまあ恋愛もするし、うん、うんと、うんまあ、前だったらもうむしろそういう面を一切出していけなかったんだけど、うん、そういうものを出していこうっていうだからだんだん身近になってくるんですよね、うん、で まさにアマチュアになってそういった伝統的なアイドルその80年代以前のアイドル的なものを再解釈してまさに地元から普通の女の子が、うん、同じような地続きの中でそこからポンと別の世界に行くわけじゃなくて、うん、ある種の地続きの中でアイドルになっていくっていうストーリーがあって、うん、まさに AKB とかアマちゃんとか、まあ、AKB は、まあ、実際にはどうかわかんないですけど少なくともキャッチフレーズ上はまさに会いに行けるっていうところが重要だから、うんうん、まさにそこはキャバクラ性っていうこととつながるんじゃないですか。でちょっと理解できてきてあごめんなさいねあのどうしても疑問があって今のまさに会いに行けるアイドルっていうフレーズが男視点ですよね明らかにお二人の語り明らかに男視線で語ってた、うん、なるほどだからやっぱかやさんのコメントがなんか聞きたいですその素人性に関して、はいはいそうですね、素人性に関して、はい、個人的なというよりは社会的な文脈の話ですかね、まあ、混ぜていただいて両方でもいいですしどっちでもいいです。そうですよあの初めてそのフィールドキャバクラの L 店に足を踏み入れてあの非常に困惑したのは素人であるっていうことがその水商売の世界で売りになるっていうその一見おかしなところが突きつけられた部分でした。であのよくよく後になって調べてみるとあのウーマンリブの何ていうかスターというか田中光さんっていうリブの方がいるんですけれどもその人が70年代にホステスをやった時にあのホステスでさえ普通の子をぶるみたいなことを当時の言葉でちょっと難しい言葉で書いてるんですけれどもあのそういう現実がこう女を抑圧しているというような話を書いてる人が実は70年代にもいたんですけれどもあのその時のホステスっていうのはかなりもう身を落とした人たちっていうイメージがあったらしいんですね。もう一般の人ではないというかでそれがあの80年代になっ
いろんな女性政治家の社会学じゃない人たちの文章を読んでても、なんか最近は普通の女子大生が大金稼げるじゃないとかっていうことを言ってる人もいたり、林真理子さんとかですね、言ってたりするんですけれども、そういう事実が社会の変化があったんやろうなというのは、自分のその研究のベースになっています。でそれが2000年代に入ると AKB をはじめ、今乱立してる地下アイドルっていうんですかね、地下アイドルですとか、ニコ生主のアイドルとか、そういう存在につながっているのかなと考えてます。素人戦に関して私もちょっと思ったことは言いますね。はい、はい、お願いします。桃木さんとかがその素人性が売りになるというのが意外だったというふうなことをおっしゃっていたんですが、私はむしろ、あ、やっぱり素人性が売りになるのねという感想を抱いたんです。というのも、私も高校時代までは割と地味で、僕は別にいじまれてなかったけど、まあ、スクールカースト低めで、まあ、立ち位置だったんですが、でもそれが大学生になって割と大人と接するような環境に行くと、そのなんかピュアでいいとか、なんかギャルっぽくなくて、なんかその黒髪なのがいいとか、やたらういういしいことが求められ評価されていったので、なんだろう、高校時代までどっちかというと華やかでギャルっぽいこととかがモテたのに、なんでこんなに世界反転してるんだろうって思ったので、だからキャバクラでその素人っぽさがある程度求められるっていうのは、まあきっとあるんだろうなというのは思いました。面白いですね。高校までと大学で逆転するんですよ。私の場合ちょっと家庭環境とかもあるので、いやでもなんとなくありそうな気がします、そういうことは。はいはい、あ、すみません、かやさん、ちょっと。あ、はい、やっぱり高校時代にギャルたちがこうバックするっていう背景には、その時代ってよく大塚英二さんが使用禁止の身体でしたっけっていう言葉で表すように、制服を着て、私は性的に成熟はしているんだけれども、この体を使用してはならないっていうところに高い価値がつけられて、それをあえて、まあ、ギャルなんかも非常にミニスカートを履いたり、制服の裾を短くしたり、して使用禁止の身体ってことをかえってもアピールしちゃってるわけですよね。ギャルだからケバいっていう人もいる一方で、最初に演講を始めてたのはギャルだったわけで、でそのギャルの高校生の、まあ、昔だったら小ギャルっていうような人たちが使用禁止の身体を売りにしている一方で、だんだん遠行する子たちも、宮台真司さんとかが言ってるように遠行する子がギャルたちから普通の子になっていったっていう経緯もあって、非常に自分としてはそこ興味深いなと思っているんですが、確かにそのギャルの価値が相対的に下がっていったというか、みんな一億総ギャルというかになっていく中で、AKB みたいに黒髪が流行ったりで、20代になっても使用禁止の身体をその黒髪でアピールするみたいなことに最近はなってきてるのかなと思います。あ、私のこの1億総ギャルか、私の場合は年齢に控えめ、地味だったりするのことが、地味だったり素人っぽかったりすることが評価されるのは年齢の問題かなと思っていたんですが、なるほど、時代の問題っていう解釈もできるのかもしれません。最近は黒髪とかも、もう表紙見ると一昔前だと本当にケバい感じの化粧とかだったんですけど、最近なんか清純派って言われるような感じに変わってきてるんで、やっぱりあるんだな、そういう時代の流れっていうのは実感しますし、もちろんはい、どうぞ。ちょっと聞いて。あれ、もしもし。もしもし。いい曲だったのに、もちろん。ちょっと途切れたスカイプ途切れましたかな、もう一回繋いだら、はい、なります。ちょっと、スカイプの方の環境が悪いようです、しばらくお待ちください、もう一回スカイプ繋ぎ、でもその間、まあね、今ので、はい、そろそろなんかこの本の主題の核心に迫ってきて、二重性の話ですよ、ギャルと黒髪、一番わかりやすい昔ながらの言葉で言ったら、切った方がいいんじゃない、一回切った方がいいかもしれない、一回切ってもう一回書き直した方がいい、そうです、二重性の話、ギャルと黒髪で昔から言われてる話、二項対立だと、娼婦と聖母で、この本の中の言葉で言ったら、どっちや、プロとしてキャバクラ嬢をやる客として見るってやつと、
素人として人間としてお客さんを見るという、まあもうそのもう簡単に言うとそれって聖母と娼婦の対立かなと僕は呼んでたんですけど、なんかそれが今の話だと昔だとそれは役割がその人ごとに役割分担されてた。例えば家庭の主婦は聖母の役割ばっかりとりあえずしてたと。でなんかギャルはとかあるいはそのホステスって言われる人は娼婦の役割をしてたと。でも今の話だと素人性って話はそれは一人の人間の中で二重性するようになった、二重にやらなあかんようになったんちゃうかなとふと思ったんですけど、なんかそんなあたりのコメントが欲しいです。でまだちょっとつないでがつなげないかけてるところ、こうやってはいるのかな、うん、なんでだろうね。スカイプたまに切れますね。スカイプはそういうことがあるんで、うんうんうん、なんか他の人じゃあ喋ってなんかあの今使用禁止の身体っていう言葉があの例だと思うんですよ。だからまあ女子高生っていうのはまあ非常に個性的な身体なんだけれども、まあそれはこう使用禁止であると。で使用禁止であるっていうまあ規範意識があることによって、ますますなんていうかな、まあ、ある種のこう男性から見た時に魅力的に映るみたいな、まあ、そういうことがあるんだっていうまあ話だと思うんですよね。フェティッシュですね、うん、そういうのも昔から脱げるんですよね。これ今も変わってないってことなんでしょうか。どうなんですか。ずっとそうだ。今の問いは多分男性視点の問いだと思うんですよ。で僕はどっちかというとさっき出したのは女性視点の問いなんですよ。その二重性を一人引き受けなあかんのかとか、うんうん、あともっと言えばその二重性が根本問題だと思うんですけど、うん、それは女性からしてもつまりまあここで言うとキャストの視点からしても二重的なんだけども、うんうん、まあその客の視点からだから男側からしてもある種二重性はあると思う。ああそうかそうか、どうせなら客視点という男視点というのをしばらく語ってもいいのかもしれないですけど、でもこの本を読んで女視点というのでやっぱり疑問になるのは、その二重性が男の人の側で急に反転する瞬間って描かれてるじゃないですか。つまり今まで自分をすごく崇めてたのに、なんでこの水商売やろうみたいに言うっていう、あの反転っていうのはその今の二重性の問題が現れてるところだと思うんですけども、それって多分まあ単純に男女と分けますけど、女性の方にとっては理解しがたいんちゃうかなとふと思ったりするので、その辺を理解できるような男性語りをしてくれるとめっちゃ嬉しいです。すみません、出過ぎやな、なんか変な、ちょっと攻めすぎかもしれへんけど、うん、男性にとっての二重性って言ったらその辺の話が聞きたい。お茶もらっていいですか。あ、どうぞ。お茶が、すみません、どうぞ。スカイプ、つながらないですか。困ったな、どうしよう。ユースト自体は続いてるんですね。ユースト自体は続いてます。スカイプの方がスカイプ続けるのを試みながら、はい、喋っといたらこっちでここだけで喋っときましょうか。笑っただけで、あ、誰かお茶飲んでたか。あ、それでいいです。それが大丈夫です。はい、使ってないです。でまあ、そんな後の勝手なも僕の展開としては、最初に野上さんが出さはった全ての女性がキャバ嬢であるっていうテーマの疑問につながっていくと思うんですよ、うん、今の流れで多分いけると思うんで、うん、なんか勝手に含んでるんで、はい、まあでも非常に一番中核の問題です、うんうん、ね、時間的にもそろそろなんか一番核心に迫りたいので、うん、二重性全ての女性はキャバ嬢なのかみたいなあたりに攻めたいです。まだつながる、ちょっとまだつながらないなんでしょうね。一旦ログアウトってやつかもですね、さっきの、うん、なんかスカイプの方を、そう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 です、ね、ちょっとあのこの本に即して今の話少し、はい、じゃあしてもいいんですか。ぜひぜひ。あのまずキャバ嬢を二つのものを中間として考えてもいいと思うんですね。で一つはプロフェッショナル、プロフェッショナルのホステスクラブの、まあ、ママさんと。でこれはもうそのある種その演技なわけですよね。徹底した演技性を、まあ、追求していって、ある種のパフォーマティビティというか、そういう関係の中でずっとあった。まあ、日本も伝統的に、伝統的かどうかわかんないけど、そういう文化が、まあ、あるっていうふうに言われてて、まあ、例えば息の構造でいう息とか、でまあ、そういうサルトルもまあ似たような議論してますけども、そういうまあ演技性の中に何か機微があるっていう議論で、それに対して完全に素人性どころか本当に素人だから素の関係、まさに素人 の素っていう字ですから。であのこの北条さんの例で言うと、素人性を売りにするんだけど本当に素人になってしまったらいけないって面もあるわけです。例えばあの面白い例があって、まあ、この北条さんの場合はなんかその時間外営業で電話かけたりしてなんか仲良くなってる、うん、
でもそれがこのお店に来てもらわないとお客さん、うん、来てもらわないと実際商売にならないわけで、うん、本当に素人のままやったら全くキャバ嬢にそもそもなんない、うん、お金につながらない、うん、だから素人性をかつてのプロフェッショナルなホステスの場合とは違って、うん、素人性を前面出してそれはさも演技じゃないかのように演技しなきゃいけないんだけど、うんうん、っていうのがまず重要、うん、でも他方で本当に演技じゃなくて素になってしまったらこれはそもそもキャバ嬢じゃないと、うん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 、そういう意味でこのなんか二重性ですよね、まさに素人性との極限とプロフェッショナル性の極限、その間がキャバ嬢でその揺れ動きでいろいろリスクも抱えてるっていう、まあ、そういう議論なんですよね、うんうん、そうです、そのあたり多分まさに そのあたりの話かそう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 、そこです、聞きたいな、うん、どうでしょう、繋がった、まあ、ちょっとまだ繋がらない、向こうの回線かもしれないですね、うん、今こうなんとなく浅野さんの話を伺っていて思ったんですけど、まあ、あえてこう男性視点の目線に立つとすると、まあ、何をこう期待してるんだろう、まあ、男性客は何を期待してるんだろうということで、まあ、ある種のロマンというか、まあこうまあ、ちょっと洒落た言い方をすると、まあ、虚実飛膜というか、まあ、もしかしたらキャバ嬢というのはまあもちろんまあ仕事でやっていて、でまあそういう意味ではまあプロなわけですよね。なんだけれどもまあ、それはこう、まあ、なんていうかな、通り一遍の、まあ、接客というか、まあ、応対をされてるんだっていうとことは違うとこを期待してるっていうか、まあ、そういうまあ要素がまあちょっとあるんじゃないかっていうところをどこかで期待してるっていうところに至ってるんじゃないかなっていう、そういうなんか印象というか。幻想なんじゃないですかね、幻想をなんとか持ちたいというその男性側の欲望、その風俗に結局お金を払って行ってるんだっていう意識は持ちつつも、でももしかしたら本当にそういうところを超えてこの人が自分を本気に好きになってくれるかもしれないっていう、そのありえないだろうと内心分かりつつ、そのわずかな見込みにかけて通って。しまうと繋がりました。今あ聞きました。すいません、スカイプと聞いてまして、聞けてしまいまして。あ大丈夫ですかね。はい、おそらくこれで大丈夫だと思います。申し訳ございません。はい、いえいえ、これまでの議論は聞こえてましたか。実はですね、ちょっとパソコンが落ちちゃってます。あ、そうですか。はいはいはい、わかりました。でも二重性の話です。さっき出されたのがギャルと黒髪みたいな話が出てたじゃないですか。あはい、それでそれこの本の言い方ですると、その、客を客として見るか人間として見るか、つまりプロか素人か、あるいはもっと昔ながらの言葉で言ったら娼婦と聖母みたいな、まあ、そういう二項対立とか二重性の話になってきてて、それでどうもその二重性を一人で引き受けないかんっていうのがこの本のテーマであり、もしかして時代の移り変わりなのかとか、そのあたりまで話が及んでたんですよ。でそのあたりのコメントが、はい、指摘していただいて、はい、そうそう、そのあたりのお言葉をいただきたいというところです。あ、はい、いろいろありがとうございます。その通りで、一人 の, その女性の中に聖母性と娼婦性を見出してるっていうのは、多分第2波フェミニズム の60年代ぐらいから指摘されてきて、その性関係における抑圧っていうことで問題になってきたらポイントだと思うんですけれども、うん、それがまあキャバ嬢にも非常に古典的な形で、また現代的な形で背負っているっていうのがキャバクラ嬢だなと感じてます。その古典的かつ現代的っていうのを、この辺が古典的でこの辺が現代的とか聞けるとありがたいです。はい、どこが古典的かと言いますと、やっぱりキャバ嬢として、いまだにやっぱり水商売の女として見られる一方で、普通の女の子らしさを背負うっていうところは、水商売の女性という面、なんていうのかな、キャバクラ嬢っていうその職業自体にそういう素人性が利用されてるっていうことは、娼婦と主婦に分断されがちな女性の実態をそのまま表してるというふうにも言えるっていうのが古典的っていう言い方をしたところなんですけれども、で現代的っていうのは、それがビジネスになって、アイロニカルにそのシステムに没入してる子たちがいるっていうのが、ちょっと現代的なところかなと思っております。さっき上野さんが
素人っていうことと素人性ってことは違うっていう区別を、うん、あのされたんですよ。でまあ、あのキャバクラ嬢っていうのは、まあ、ある種の、まあ、素人性みたいなところをちょっとアピールすることによって、まああのまあ、お客さん取るみたいなところがあるわけですよね。まあ、しかし、まあ、今まさにこうアイロニカルにこう彼女たちはやっているっていうふうに、まあ、あの北条さんおっしゃった。で、まあ、そうだとすると、まあ、なんていうかな、男性からすると、まあ、素人だっていうふうに見えるところが、実はそこにアイロニーがこう入っていて、まあ、それは素人性っていうことをまあえてやってるんだっていうところがあるっていうことでしょうか。そうですね、あの当のキャバ嬢たちがそのアイロニカルだとかっていう言葉を使うことはない、もちろんないんですけれども、あのこちらが観察している分には非常にあの自覚的に素人らしさをあの演出しているなと、それが接客においてかなり有効だなということを感じましたし、あのなんだろうな、素人って言葉は使わないんですけれども、素を出すっていう言葉を非常に言うんですが、その素っていう言葉も客に応じてあの絶妙にこう調整されて小出しにされて相手の好みそうな素を出していく、それがお金になるっていう意識がキャバ嬢たちに、特にあのナンバー入りしているようなプロ意識の高いキャバ嬢たちほどそれを意識的に素を出すっていう言い方をするので、何人かにインタビューした中で共通項がそこだったので、あの注目をせざるを得なかったっていうのがあります。で、あの、まあ、さっきちょっと、まあ、何分か前の浅野さんの、あのこうなんか質問というか、まあ、意見で、まあ、こうキャバ嬢の、まあ、キャバクラというのは一つの、まあ、社会の中の、まあ、特定の、まあ、あの、まあ、部分だと。で、それがこうキャバクラにこう行ったことない人とか、まあ、関心ない人にどういうふうにこうなんていうかなアピールできるのかとか、まあ、あの意味を持つのかっていう問いがあったと思うんですけれども、まあ、そのこうキャバクラの中での、まあ、キャバ嬢のこうまあ、接客戦略というか、まあ、ある種のこう振る舞い方の何て言うかな、まああのまあ、作法というかがそのキャバクラの中だけなのかっていうことだと思うんですよ。そうですね、まあ、そのキャバクラの中、うん、そこのところはいかがですので、どうなんでしょうか。あの今言って与えている感想で多いのがやっぱりアイドルとの類似性を指摘いただくことと、あの営業マンなんかにもちょっと通じる部分があるとかですね、あの普通の人間関係もちょっと似てるっていうような感想を持たれる方が多いようです。営業マンというのは例えばこうあの北条さんの本を読んで、あなるほどこういうふうにしたらお客さんあのうまくこう、あの商談できるのかっていう、まあ、そういう、はい、あなたにこれをこう売りつけようとしてるんじゃないよというか、あのなんか私はこの場が楽しいから来てるんですよということをアピールする、それがなんかビジネスでもキャバ嬢に限らずビジネスでもあのちょっと似てるようなところがあるっていうご指摘は何件かいただきました。なるほど、はい。私も普通の女の子として生きていても本当にこれは共感できました。その相手の好みそうな素を出したり、あとはその付き合えないって分かると態度表現したりする人がいたりとか、うん、ありますよね、はい、あのなので全ての、はい、女性はキャバ嬢になり得るっていうちょっとあの、うん、ぶっ飛んだ言い方をした部分はそこにも関係してます。最初にちょっとふわみさんがなり得るのがいやっていう話をしてたと思うんですけど、まあ、ある種なりうるっていうのはもうこういう言い方ですけど、まあ、常にすでにある種キャバ嬢的な振る舞いっていうものが普段のその高校行き則の中にあると、だからある種縮図、キャバ嬢は今我々の生きてるその文化とか人間関係の作り方の一種ですごい、まあ、デフォルメした形なんだけど縮図があるっていうことをもうそのまあ、あえてキャバ嬢になりうるってちょっとセンセーショナルな言い方をしてるっていうことなのかもしれない。そうですね、まあ、媚びを売って笑顔を作ってしまうっていうような経験がない女性も男性もいないんじゃないかなと思ったり、あんまり広げすぎてもそのキャバクラの独自性をこうミクロに伝えることができなくなってしまうので、そこも禁欲した部分ではあるんですけれども、なんだろうな、多分キャバクラみたいな場所に行かないとジェンダー あの男らしさ女らしさが異様にこう演出されている場っていうのはもう現代社会ではあんまりないのかなっていう気もしてまして、でそういった意味ではキャバクラを観察すると
古典的な男らしさ女らしさっていうのが非常に分かりやすく見えているので、あのなんていうのかな、もうテーマパークというんですかね、まさにあの虚構の時代というか虚構の時代っぽいというかですね、のビジネスだなと思います。なるほど。はい、ということでちょっとあのまあ、あの予定していた時間もちょっとあの過ぎてきましたので、まあ、そろそろちょっと まとめということにしたいと思うんですけれども、まあ、最後に、まあ、あのちょっとこちらのメンバーで、まあ、一人一言ずつぐらいちょっと回して最後にあのかやさんにちょっとあの締めてもらうということでいこうかなと思ってます。じゃあどうしようかな。じゃああの浅野さんの方から、はい、じゃあ今の最後のね、この話のつながりで思ったのが、その全ての、女はキャバ嬢になりうるって書いてあったんですか。で今なんか上野くんが我々って言った時で、あと岡谷さんが全ての女性と男性って男性を付け加えた時、その辺にこういろいろ考えて、まあ、つまりそのキャバ嬢になりうるのは女性だけなのか男性なのか、つまりジェンダーっていうのが大きな作用をしてるのか、それとも営業マン、男の営業マンが感じるってことは、その営業というか、まあ、資本主義的なものに由来してるものなのか、両方なのか、両方の共犯関係なのか関係ないのか、そのあたりのことを聞かせてほしいです。大問題。じゃあどうしましょうか。今絶対回した方がいいですか。どっちでもいいですけど、でもまああのちょっとまあ難しいと思います。だから要はすなら、うん、もう一回その問いを繰り返しておくと、そのキャバ嬢というのがテーマですけど、そこ あの男女っていうジェンダーが大きな要素なのか、キャバ嬢という経営という資本主義っていうのが大きな要素なのか、それらはつながってるのかとか、その辺の問いです。そこいかがでしょう。はい、あのご指摘の通りで、いろんな読み方をしていただく方が多くて、自分もあの本を書いてから考え直される部分もあったんですけれども、あの性の商品化っていうのは広い意味では男性の性もまた、まあ、見た目による序列化ですとか、あの営業マンがこうあの相手の懐に入らなければならないっていう、そういう、まあ、人海戦術的なビジネスがサービス業が中心になって、そういうビジネスの比重が高まっていく社会の大きな特徴でもあると思うんですけれども、まあ、あの多分話、そうですね、関係はしてくるかなと仮説なんですけれども、まあ、考えてます。じゃあその資本、そうですね、はい、あ、ごめんなさい、いや、そのね、関係してくると思ってるあの自作に期待してますという、すみません。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ、ちょっとまた質問になって申し訳ないんですが、あ、はい、私が読んだ時にちょっとむっと引っかかったのが、この第2章43ページのこの雇用が不安定化しているって、女性も経済的自立が求められるからキャバ嬢に憧れる人が多くなったという記述があったのに、私はそうなのと思ったんですね。というのもどっちかというと、承認欲求とか自己肯定感を求めるためにそのキャバクラ嬢になりたいって思う人が多いんじゃないかなと思ったからです。私が憧れキャバ嬢に憧れたことがある経験もその、まあ、そのキャバ嬢の漫画家とかとも当時出てたからっていうのもあるんですが、結構スクールカースト低めの子たちでもキャバ嬢に憧れる子が多かったのは、結構その女として認められたり可愛いねって言ってこうプレゼントもらったりとか、そういうのをしたいっていうのが意識が強かったような印象ありました。まあ、その当時というか、私かやさんより2学年下なんですけど、もうまとまりになって申し訳ないんですが、この最後 の引用文献のこの三浦敦さんの女はなぜキャバクラ嬢になりたいのかという本もサブタイトルに承認されたい自分の時代って書いてあるので、キャバ嬢に憧れる女性は経済的にというよりは承認を求めてるんじゃないかって私思ってたんですが、そのあたりはどうなんでしょうかという、なんか漠然としたまとまりのない問いで申し訳ないです。いえ、あの非常にわかりやすくまとめていただいてありがとうございます。三浦さんの本の中でも、あの経済的なお金を欲しいからって言ってキャバ嬢になる子、それはもう大前提だっていうことはあの彼も言ってまして、あのキャバ嬢になりたい子たちをこうマクロにアンケート調査で分析すると、非常にお金、男性の依存心が強い一方でファッションなんかに興味があって、あのお金もまあ欲しいと考えている、でその両方を満たせるのがキャバクラだっていうことで、
で、ダブルの賞にお金と男性にこうチヤホヤされるっていう女性としての承認と両方得られるのがキャバプラ嬢なんだっていうそういう研究があったんですね。で、キャバプラ嬢たちの中で当時ブームになっていたのが多分桃香恵里さんっていう人とか、結果的に今はなんか社長とかをやってるんですけれども、キラキラこう女性として輝きながらも金銭的にも多額のものを得ているっていう面で承認欲求、承認に対してはお金も、無視はできないんじゃないのかなと思ってます。そして経済的に自立が求められているっていうのも何て言ったらいいのかな、自立と言いながらも結果的にはその男性に依存した中での自立っていうことかなとは思っております。ありがとうございます。はい、すいません回答になってるかどうか。はい、ちょっと後で。じゃあ、もうさん。はい。この話。じゃあ、どっちでもいい。ああ、そうだね。しようか。え、したい。いやいや、もう来ました。じゃあ、しようかな。はい。はい、そうですね。あ、僕はコスプレどんなやってますけどっていうキャッチフレーズがやっぱすごく面白いと思っていて、で、最初にもちょっと話しましたけど、その、キャバ嬢の人がなぜあんなにその過剰に化粧をしたりドレスアップしたりその髪を巻いたり持ったりするのかっていうのが、まあ一種のその女性としてのコスプレだと考えればすごい納得できるなと思ってたんです。で、いや今日ちょっと聞いてて印象だったのは、なんか今日参加してくるお二人の女性ともちょっとそのキャバクラの1日入店ぐらいなら考えてみたことあったとか、それが友達と話題に出たことがあったっていうのを聞いて、へえと思って、そんなにだからキャバクラで働くっていうことは女性一般にとってやっぱ遠くない、そんな本当に限られて自分の人がやってることっていうのでもないのかなというのがちょっと印象的でしたね。あ、でちょっと話を戻して、そのさっきのコスプレとしての女装というのは、だからその問題は結構多くの女性が持ってることなんだと。で、ちょっと最初に出してそのヤンキー論の話をちょっとだけ出しておくと、最近その斉藤珠樹さんの、ヤンキー化する日本っていうの本と、あと何でしたっけ、世界が同様の夢になるのかっていう本を読んで、そこでもやっぱそのヤンキーがなぜその過剰に、なんだろうな、その斉藤珠樹さんはそのバッドセンスって呼んでるんですけど、その露悪的なそのファッションをしたり、何ですかね、斉藤珠樹さんが例えば出してるのはその車を過剰になんか装飾したりとか、うん、デコレーションみたいな、そう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 とか、車にやたら人形が積んであったりとか、ああいうのは何なのかっていう、そのヤンキーにはどうもその一見バッドセンスなんだけど、バッドセンスなものを愛するという傾向がどうやらあるらしいと。でキャバ嬢の人のメイクとか化粧もそれに通じる何かがあるのかなと思ったので、そこをちょっとかやさんに意見を聞いてみたいです。うん、はい、あ、そうですね、キャバ嬢がブームになった2008年ぐらいっていうのが、その前にちょっとキャンキャンとかのエビちゃんのモテブームっていうのがありましたよね。はい、男目線での可愛さっていうものに対する非常にブームがあったんですけれども、キャバ嬢たちはそれに対する反応みたいなところが当時あったんですね。はい、ヤンキーたちも多分メインのものに対して、はいはいはい、そっか、それに対するカウンターカルチャーみたいな、そうですそうです、カウンターカルチャーとして、例えばヒョウ柄の布でこう車をデコレーションしたり、ヒョウ柄、そうですね、ちょっと楽的っていうところもヤンキー文化とかなり通じると思いますし、それで今またその一時のキャバクラのロアクブーム、はいはいはい、キャルブームというか、その男性から見てギョッとするようなブームっていうのがちょっと最近はまた落ち着いてきて、清楚系の AKB がブームになったりっていう時代の流れはちょっとずつあるかなと思うところです。はいはいはい、ただやっぱりヤンキー、はいはい、過剰なその女性としてのそのコスプレっていうのは、あれは本当にそれが可愛いとか美しい、それが好きだっていうのでやってるんですか、それともそれはちょっとやっぱり
なんだろうな、バッドセンスだと本人たちも思いながら、でもアイロニカルにやってるみたいな感じなんですか。特にネイルアートで爪をこうゴテゴテにあの武器みたいに飾り立てるっていうのはあるんですけど、はいはい、あれは本当に可愛いと思ってやってるのと半々なのかなという感じがしてますか、はいはい、見てるとあの、まあ、理解されなくてもいいやって思って割り切ってやってる子が多かったのかなと。で、お化粧なんかもお客さんにちょっとそれ濃すぎちゃうとかって突っ込まれたりするんですよね、はいはい、つけまつげなんかでこう 目を異常に大きくさせていると、はいはいはい、お化粧が濃いねっていう風にいじられることもあるんですね、キャバ嬢っていうのは。はいはいはい、で、それを楽しんでいる分、キャバ嬢たち結構多くてですね。なるほど。はい。まあ、ヤンキー性に関係してくるのかなと思いました。そっかそっか。それはそれで美味しいみたいなのがあるんですか、ね、そうなんです。キャバ嬢の周辺で、なるほど。キャバ嬢らしいキャバ嬢っていうのが、キャラクターになるっていうのはあります。そのキャラクキャバ嬢としてのキャラクター性がなんかどんどん極端化していくというか暴走化していくところが、ね、そうですね。爪なんかもお客さんから見たらドン引きっていうところもあるので、はいはいはい、でもやってるってことは、そこに何かの楽しみを見出してるというか、はいはい、そういう子多かったですね。はい、女性陣から反応があったり記号として有効なんだろうなと思って、あ、記号として、はいはい、私もそれちょっと疑問に思って、男の人って清楚な女性好むって言われてるのに、じゃあなんで男の人が遊びに行くキャバ嬢は派手なのって、これ思ったらヤフー知恵袋で調べたらそんなんあるんですか。でなんかそんな質問してる人がいたので、はい、ちょっとなんか読んでみたら、そのキャバクラ嬢 の派手な髪の毛とかメイクとかは、私こうやって遊んでいいですよっていう夜の女ですよっていう、もう記号としてもう使われているっていうので、あーって納得した部分があります。まあ、男性もそれで納得してるのがある、はい、黒髪とか白い肌とかいうのが そういう記号になったら、今度はそっちにシフトもするのかなとも思いました。なるほど。そうですね。それでちょっと補足すると、そういういろんな子がいるっていうのがまたキャバクラ の売りになってたりもするので、そこもビジネスとして成立するポイントかなと思いました。そのキャバ嬢がみんながすごい爪をしてるとか髪をすごい持ってるっていうわけでもないっていうことですか。そうなんです。よくお店によってもカラーは違いましたし、ギャルばっかりっていうか、いわゆるキャバ嬢っぽい子ばっかりのお店ももちろんあるんですけれども、一定数なんでキャバ嬢やってるんだろうみたいな、いい意味でも悪い意味でも、非常に太ってて容姿にあんまり構ってないような子がいたりですとか、逆に全くそのまま道を歩いてる女子大生がそのまま座ってるお店にいるっていうような子もいて、そのバラエティの豊かさでお客さんがこう楽しむっていう、そういう側面は大きかったように思います。すごいですね。だからそれスクールカーストっていうことからには、カーストってことは一つの基準によって序列化されてると思うんやけど、今の話だとなんか多様性があってすごく楽しそうなイメージを持ったんで、感想ですけど、はい、やっぱどうしても AKB とかアイドルを連想してしまいますけどね、そういうのを聞いて、ね、AKB はキャバクラ的な部分をうまく取り入れてるなっていうのはありますね。おにゃんこクラブのブームと素人ブームっていうのが重なってるっていう、そういう面白い因果もありまして、はい、秋元康のプロデュースしたおねんこクラブっていうのが素人ブームを加速させた。なるほど。っていうのが大きいので、はい、じゃあはい、なんかちょっとだけ感想をチャットで来た感想を読んでおくと、はい、お酒と疑似恋愛を売るのが基本なんだろう、基本的に買収お酒と疑似恋愛を売るが基本的に買収はしない女性が一般的なのは日本特有の文化というか、その風俗の特徴だというふうに海外で10年以上働いた人が言ってましたと。だからキャバクラっていうのは非常に日本独自の文化なんじゃないかっていう意見が来てます。書いてある。はい、そうなんです。実はですね、接客の中で外国人が来ることが何回かあったんですけれども、はいはいはい、それでそのアジアの男性だったんですが、彼が非常に驚いていたのが、日本人のお客さんがキャバクラに来てなんか寝てるっていうんですね。
のリラックスしすぎて寝ちゃってるんですよね。まあ、あの泥酔して寝てる人もいますけれども、それに非常に驚いていて、あの女の子に普通はこう喋ったりあわよくば触ったりないっていう目的で、普通はそういうお店っていうのは成り立ってるはずなのに、日本人の男性はなんでキャバクラで寝るんだって言うんですね。はいはいはい、なるほど。やっぱり日本って特有なんだっていうようなことをあの非常に感じました。だから単純になんか性欲を満たすためだけに来ているっていうのでは必ずしもないってことですね。はい、そうです、ないと、はい、あのキャバクラに関しては違うんだろうなと思います。ガールズバーに近いというんですかね。あー、ガールズバー、なるほど。はい、はい、ちょっと感想でした。そうですね、まあ、さっきそのヤンキー化の話ありましたけど、それと関連して、まずさっきちょっと承認の話してたじゃないですか、うん、普通だからキャバ嬢って言っても、まあ、昔のイメージと違ってだいぶなんていうか、まあ、それこそ大衆化してきたと、うん、まあ、それは男性目線からもそうだし女性目線からもある程度そうだと。だから普通の女の子が憧れるような対象にも、まあ、なっているということがあったわけで、そこでやっぱり承認されたいと、まあ、どういう意味でか分かりません。その、まあ、女性としてということもあるでしょうけど、まあ、いろんな意味で承認されたい場が欲しいと、そういうことで、まあ、キャバクラがあるということが一つですよね。まあ、なんだけど同時にやっぱりコスプレだと、でコスプレでやってるんだっていう要素を言ってて、そういう意味ではまだそういうふうに振る舞ってお金をね、もらいたいんだけど、それは演技としてやってるって、こうやっぱりここでも二重性の問題があって、その演技としてっていう面と、でも承認された、承認っていうのもまあ演技としてといえば演技なんだけど、単純に記号でやってますっていうだけで承認にはやっぱりならないと思うんですよ。だからやっぱりその両義性の問題があると、まあこれ別に解決しろっていうことじゃなくて、そこはやっぱどう描いていくか、うん、まあこの実際上実践的に記述したわけで、まあそれをもうちょっとこうどういうふうに、まああえて言えば理論的な言葉で語っていくのかっていうことに、まずこれから期待したいなというのが一つですね。あとまあかん、はい、でまあまあ、関連して言うと、さっきのヤンキー化の話で、まあこれもさっきちょっと前に議論してたので、まあモンキ君から伺って、まあ僕読んでないので適当なことを言いますけど、まあさっきの話だとやっぱりヤンキーの文化の一つっていうのが、僕さっきちょっとワンピース的なものかなとちょっと思ってさっき聞いて、でなんでかっていうと、まあワンピースって、漫画のワンピース、そうそう漫画のワンピースって、こういやちゃんと読んでないからあれだけど、私なんか仲間のためだったら、こうそれはもうマジでなんていうか、そういう実利的なものをこう乗り越えて、そういったものをもう脇にやって、まあそこにまあ友情にかけるんだとか愛情にかけるんだとか、そういったものがすごい改めて大事にされてきたっていう、まあそういうのがヤンキー文化の一つだとすれば、でそれがそういう意味ではコアなヤンキーだけじゃなくて、まさにヤンキー化する日本社会ですか、うん、にヤンキー化する日本だから、マイルドヤンキーとか言われますよね。あ、そうそうそういう、マイルドヤンキー、うん、なんかそういったものになってきてるとすれば、まあ、このちょっと、真剣な関係でお互い承認し合いたい、こういう世知辛いまさに資本主義的な、まあ、道具的な手段的な関係の中で、そういったものを大事にしたい、でそれは場合によってはナショナリズムとかプチナショナリズムにつながっていくのかもしれないですけど、こういうヤンキー化する、こういう意味で平意味でヤンキー化する日本っていうのと、このある種一応さっきやや過激に一億総キャバ嬢化でしたっけっていうこと言ってたけど、やっぱしある種通底するなんか今日本社会の一つの方向性とか、ある種の秘められた欲望、まあというかそういったものが共通してて、そういう意味でやっぱしすごいミクロな研究なんだけど、今の日本文化の本質的な部分をこうミクロコスモスとして、うん、描いてるっていうところが面白かったと同時に、これでやっぱしあくまで記述に徹してるので、そこ今後もうちょっと、例えばさっきの80年代から日本文化とか、そういった大きなスパンで捉えてってもらいたいなっていうのが。
ありがとうございます。なんかコメントありますか？あの本当に80年代の文化論として捉えるっていうのを今後やってみたいなというか、あのいろいろ削っちゃった部分でもあるので、そうですね、あの80年代にこう少女たちの可愛いっていう言葉が全面的に出てくるのが80年代なんですけれども、そういった可愛い共同体にこう少女たちがですね、あの関心を持って、あの自分たちの可愛い文化っていうのを発展させていく、その中であのキャバクラ嬢たちの、ま、ギャルたちの爪のデコレーションですとか、あのちょっと男性からは理解できないような世界観なんていうのも出てくるのかなとか、いろいろあの発展、サブカル論、日本論、日本文化論なんかにこう発展させていける、問題なのかなと思っております。ありがとうございます。はい、はい、ダミさん、なんかあの雑誌のコアクマゲハっていうのが、はい、80年代にすごい売り上げを伸ばしたっていうお話だったと思うんですけど、でもそれがつい最近、コアクマゲハ自体は、はい、あの2000年ごめん間違えでもそれはそうです、あのその一時期売り上げをすごい伸ばしたと、はい、はい、でまああの普通の一般的なあの女の子たちもキャバ嬢のファッションとかに憧れていたっていうことだったと思うんですけど、でもつい最近その雑誌がもう売り上げをガクンと落としてっていう、それは何かそのどういう風潮と関連してるんですかね。その先ほどお話にあった清純的な清純派なこう外見がやはりこう時代の流れとしてブームになっているっていうことと関連しているんですか？そうですね、雑誌はおそらく特定 の, その信者みたいな読者がつくことで売れると思うんですけれども、あとは広告ですよね。その広告がをいかに入れるかっていうことだと思うんですが、まあ、コアクマゲハっていうのは実売勝負な部分があって、それっていうのはやっぱ広告が大手企業とか有名ブランドからは入りづらいっていう事情があったので、実売で勝負しようと思うと中身を充実させないといけない、その中でその編集長がちょっと変わってしまって、それ以降ちょっと部数が落ちていったっていう、まあ、ちょっとあの特別的な理由ではあるんですけれども、そう2011年頃ですね、編集長が変わって、雑誌にちょっとあの雑誌のエッジがちょっと効かなくなっているというか、あのなんか前と違うなっていうのを多分多くの読者が感じたと思うんですね。でそれで部数を減らしちゃってっていうことと、あとはその最近の戦争ブーム、戦争系ブームとかねもあって、あのちょっとそのキャバ嬢的な子たちが一世代上に行って次の世代を取り込めなかったっていうのはあるのかなと思います。はい、ありがとうございます。あと、はい、ありがとうございます。ちょっとまあ先ほどのお話に関連して、もうキャバクラっていうまああの運営形態が日本独特っていうことだったんですけれども、はい、そのキャバクラで働いている女性の年齢はやはり本当に若い、まあ年いっていても26ぐらいが、まあ、限界っていうことですよね。30歳になるとやっぱりちょっと厳しくなってくるのかなと、はい、感じですね。でやっぱりそういう若い女の子っていうのが一つの、はい、まあ、性の対象として男の人が求めるっていうこと自体が、はい、そもそも日本的なんですかね。あ、ロリコン文化とか言われることですよね、はい、なんかそういうのも関係しているのかなっていう、なんかあの割と特に欧米なんかでは、まあ、よく言われると思うんですけど、それほど日本みたいに若い女性を求めるっていうことはないって、むしろきちんとあのした中身の成熟した女性、それなりに年齢のいってる女性の方があの重視されるっていうあの考え方の違いっていうのもあるんじゃないかなと思っているんですけど、その辺の関係しているのいるんですかね。そうですね、あのいろいろ海外の人、まあ、留学生含め海外の人に話を聞いたりしてみると、あの多分日本では
先ほど使用禁止の身体という言葉を使ってちょっとご説明をしたんですけれども、あの女子学生、女子中高生、大学生も含めての価値が異様に高いなっていうのはあるのかなと思っていて、あの海外だとそういう年齢ですでにまあ買収しちゃったりして、とかですね、アジアだとそういう年齢の子たちがもうあの特にその青春っていうイメージがなくて即売春宿に売られているような地域も未だにありますし、そういった中ではあの日本が得意だなと思った部分として、やっぱり学生の女子学生の身体に異常に高い価値がつけられている、その延長線上でのキャンパスパブっていうのがキャバクラの前身なので、普通の大学にいるようなことを喋りたいという欲望からキャバクラは始まっているので、ご指摘正しいと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで、まあ、こちらの、まあ、あのコメントとかはあの、まあ、一巡したので、まあ、最後に、まあ、ちょっと、まあ、若干今までの、まあ、コメントの中も出てきてるとは思うんですけれども、まあ、今後のこう展開といいますか、まあ、あの、まあ、本あの、まあ、出されたばかりなんで、まあ、次っていうのもあれなんですけど、まあ、今後こうどういうふうな、まあ、展開になるのかっていうのがちょっと、まあ、あの最後に、まあ、おっしゃっていただけたらなっていうふうにかあの思います。で、北条さんは、まあ、あの叙述家っていう、まあ、肩書きで、まあ、お仕事を今されてるってことだと思うんですけれども、まあ、今後のこうなんというかあのものをこう書いていかれるこう方向性とかあのこうキーワードになるようなこうアイデアなんかがあったらちょっとこうあの教えていただけたらなっていうふうに思います。はい、あのいろいろ自分の興味のある分野は大きい、あのかなりたくさんあって、まだまとまりがない状態ではあるんですけれども、最初に自分がまず性別としては一応女にカテゴライズされてるっていうところから物事を発信していくのがいいのかなと最近は思ってまして、あの別にそれは女性を代表してとかっていうことではなくて、自分があの30を前にした世代の女性としてこうあの世の中を見て、これが違和感があるなとか、これが息苦しいなっていう、そこら辺からスタートしていろんな人を取材したりっていうのがあの求められることも多いですし、自分もだんだんそういうのがいいのかなと今思い始めているところです。なるほど、うん、はい、ということでよろしいでしょうか。はい、あの本当に皆さん今日はあのお集まりいただいてありがとうございました。こちらこそどうも、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったです。非常にありがとうございました。ということで、まあ、今日、まあ、読んだ本は、まあ、こちらの、まあ、北条佳代さんの、キャバ嬢の、まあ、社会学ということで、で、まあ、まあ、今日話した内容はほとんどごく、まあ、一部に、まあ、過ぎなくて、まあ、実際に、まあ、潜入調査を、まあ、どういうふうにこうされたのかっていうことが、まあ、あの例えば、まあ、初めてキャバクラに、まあ、行って、まあ、ほんの、まあ、数時間で、まあ、キャバ嬢に、まあ、なるっていうことが、まあ、まあ、臨場感たっぷり、まあ、書かれてるっていうなんて、ところも、まあ、あるので、まあ、あのぜひ、まあ、買って読んでいただけたらというふうに思います。ありがとうございます。本当にあの宣伝もしていただいて、はい、あの今後ともよろしくお願いいたします。なんか視聴者の方からの質問で、はい、電子書籍化の予定はありますか、近所の書店に置いてなかったのでというのがありますが、どうですか、置いてなかったんですか。それはショック今のところ電子書籍化の話は出版社の方から特にあのなくて、うん、あの多分私の一存では決められない。なるほど、すぐにの予定はないということですね。そうなんです。はいはい。はい、そうなんです。わかりました。これちなみに、はい、あの、はい、反応はどうなんですか。どういう人が読んでくれてるとか、こういう反響があったとか、なんかそういうのは印象としてありますか。いろんな、まずネガティブなところから言うと、あのインタビューが多すぎて、あのなんていうんですかね、そのインタビューで紙をあのページ稼いでるとかですね、そういったあのなんていうか、はい、ある意味具体的な批判から、はい、あの調査倫理の話をいただくこともありますし、あの潜入っていうのがそもそもどうなんだっていうことですね。あ、なるほど、はい、はい、まあ、でも読んでいただければその辺はあの、うん、もう
好みの問題も関わってくるかなと思いますので、潜入調査のその倫理的なところは自分ではクリアしたという意識でいるので、はい、読んでいただければなって思うのは1点と、はい、このポジティブなちょっと自分としては嬉しいなという反応は、やっぱり今までこういうキャバクラの世界を知らなかったとか、うん、社会学的な視点を一切こう別に興味はなかったっていう方からまあ、こういうふうに記述していくことで炙り出せるものがあるんだなっていう反応をいただくと、やっぱり書いてよかったなと思います。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ今日はちょっと途中で放送がまあ途切れてしまったりして、ちょっとお聞き苦しい、まあ、ところもあったかと思うんですけど、最後までお付き合いいただきどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。